大阪王将開封の儀では開封。ちょっと冷凍で来てて、せっかく今冷凍庫をカスカスにね、開けようと思って頑張ってるのに、買い物にも行けないで、なんかいるのに、生活してるにもかかわらず、大阪王将届きました。開封します。はい。もう逃げられない。これはですね、なんかキャンペーンみたいなやつなので、これがついてるんですね。ハンギョドンの、キーホルダー。ちょっと、なんか冷凍の中に入ってるから、ウェッティだな。ちょっと。これ後で紹介します。はい。それでは、開封します。チキン南蛮セット。チキン南蛮セット。あとは、卵スープ。卵スープ。そして、あ、これ小分けいいね。小分けだといいね。ガーリック炒めチャーハン。これは牛めしプレミアム仕様。あ、ちょっと見えない。ここ。じゃあもう一回やる？もう一回。戻すわ。チキン南蛮セット。ガーリック炒めチャーハン。なんかこれ何個も入って、ちょっと待ってみ。はい、松屋牛めし。松屋って大阪王将なの？牛めしの具。プレミアム仕様。ヨードラン光。なんかこういうの、付加価値をちょっと、つけてんのかな。ちょっとこれ入れてきて、ペーパー。カレーチャーハン。なんかチャーハンが結構すぐなんか、あ、こっちチャーハンゾーンか。高菜チャーハン。エビ塩チャーハン。じゃあ怒涛のチャーハンゾーン。大粒肉シューマイ。これってバーコード使えんのかな？なんか。これ売ってる？普通に。通販限定の商品なのかな？こだわり餃子。何これ？たこ焼きみたい。あ、水餃子？寒いよ。冷たいよ、手が。あ、これはね、よく見かける。あ、でもこれ、じゃないよ。うん。ちょっと、なんか、バージョンアップのやつ。なんかパッケージが変わったのかな？プルモチ水餃子。プルモチ水餃子。こちらは、中華丼の具。買った。まだカチカチ。そして、直火炒めチャーハン。同じく、以下条文。同じく、言えよ。以下条文。同じなんか直火炒めチャーハンが1、2、いっぱい。数えろよ。2、4、6。まだあってるの気がする。まあ、なんか、ですね。で、松屋牛めし。これは何？肉餃子。あー、もう、業務用だそうです。クリスマスなのに、まあ、クリスマスにまで逃げて、クリスマスに届いて、こう、中華はちょっとクリスマス寂しいよね。うん、なのでですね、ちょっとまあ、今お腹空いてるんで、ちょっと、こだわり餃子とか食べてみようかな。エビ塩チャーハン、ちょっと、これに、人数が少ないっていうか、少ないやつを食べちゃったらちょっと、
なくなっちゃうか。うん。で、これはですね、大阪王将の公式、のやつで売ってるんですけど、抽選があるらしくて、なんかそれに参加したいなと思って。ちょっと今ね、そこのサイト、ついつい大阪王将。大阪王将と、普通の王将、餃子の王将っていうのがあって、これ会社自体が違うんです。味も違うんですけど、私は普通の王将の、餃子の王将の方が好きです。大阪王将あんまり好きじゃない。大阪王将の業態だったら一品香が好きですね。大阪王将。大阪王将のキャンペーン。結構大阪王将キャンペーン、検証でやってるんで、うん。ちょっと待って。なんていうのかな？バーコードで貼ってってやつ。あんまり当たる気がしないんですけど。それだったら、まだ、なんていうのかな？スーパーアルプスとか、各スーパーで、なんかレシート貼ってやるやつ。あれの方がね、当選の率は高いですね。大阪王将公式通販。確か、このあたりですね。このあたりの、うん、もうだいぶ年末になってきてるんで、お休みとかがあるので、早めにこういうの、リンガーハットのやつもあったりとかする。なんか、これから、ボリューム福袋とか、すごいね、ボリューム福袋。な、吉野家と関係ないの？関係あるの？松屋とか吉野家とかってあるんだけどさ。で、人気商品、ピッてやると、リンガーハットもコラボ。吉野家もコラボ。牛丼の具、チャーハン盛り合わせとか、ミラクルとか、いろんなものがある中でですね、この、半魚丼のセットのやつ、大阪王将公式通販、おかしいな。なんか、私が出た時には、半魚丼のやつのキャンペーン終わっちゃったのかな。半魚丼のやつで、なんか、自動エントリーになって、これを注文した人は自動エントリーになって、なんか抽選で当たるみたいな、そういうやつなんですけど、なんか同じさ、あれが出てこないところがちょっと、すごくなんか歯がゆいんですけど、大阪王将公式通販、これだ、これだ、この半魚丼の中華パーティーとかっていうやつで、これ今人気の、これ2種類あんの？おうち中華セットのパーティー選べる3種清る、これとこれ違うんだ。第1位。これは何？半魚丼3連キーホルダー付き。あ、これ金額安いやつかな。8910円。高っ。これチャーハン、いろんなチャーハンがあって、で、餃子タイプ。いろんな餃子あったわ。それでこの餃子タイプの半魚丼が付いてて、で、中華丼タイプ。いろいろあったわ。はいはい。半魚丼、8910。そういうことね。はいはい。これです、これ。炭火炒めチャーハン ×3。カレーチャーハンなかった。これじゃねえな、カレーチャーハン。なかったような気がするんで。で、あんたは何を、自分が、こっち、中華パーティーの、水色の方かもしんない。違う。これ3900だもん。なんかもっといっぱい入ってるやつ。これなんか選べるキーホルダーがなんか3種類あって、3つ一気に頼みたい。3つ一気、これ3連はぁ、あ。3連のキーホルダーが3つ付いておりまして、餃子、チャーハン、中華丼みたいなやつ。で、なんか、かつ、なんか、抽選の土台に乗るみたいな感じらしいですわよ。うん。抽選の土台というのは、これを頼んだ
方はですね、キャンペーン今やっておりまして、そのキャンペーンをお伝えしたいんですが、出てこねえというですね、うん、これを買った人には漏れなくなんかの、うん、ここもキャンペーン終わったのかな、なんか私が出てきた時はこの中華あたおうちで中華キャンペーンっていうのをやっておりまして、まあ、この今一段ですね、これでなんか8000円以上ご購入の方から55名に当たる、まあ、欲しいか欲しくないかって言われたら欲しくないんですけれども、なんかそこに検証が あるんでちょっとやってみました、エントリーしてみました。一個だけちょっとエントリーして当たるか当たらないかはちょっとよくわかんないですけど、とりあえずなんかこの細かい必ずお読みくださいを読むと、まあ、これ買った人8000円以上買った人は、まあ、抽選の土台に乗って当たったらこの55名の枠で、このスカジャン、うん、なんかジャンバーが当たるか、50名様には、クオカードが当たるか、みたいな。これ1000円分か、こちらのジャンプ。いるかいらないかってさ、いらないんだけど、なんかキャンペーンがあったから、ちょっとなんかあとは、ちょっと面白そうだから、使ってしまいまして、すぐ届いたからね、ちょっと逃げてたんですけど、冷凍あるあるなんじゃない、黒猫の冷凍あるあるだと思うよ。あ、こいつ逃げてんな、みたいな。さ、マジにケーキ来るんで、ちょっとこの時期に、これをですね、また冷凍庫なんか入れんの、ちょしばらくクリスマスが近いのに、こくん、チャーハンを食べるしかないね。うん。やっちゃったね。いや、でもなんか、どうですか？美味しそうですか？なんかパッケージが乾燥すぎて、なんかこんなのね、大粒シューマイとか、なんかパッケージがさ、がときめかないよね。正直な感想。こっちのなんかやっぱりスーパーの店頭で勝負するっていうやつは、やっぱこうちょっとパッケージがワクワクするようなやつで、で、なんかもう味で勝負するやつはもうパッケージ直球だね、これね。こんなのとか。これ直球すぎるでしょ、これ。でもな、店に行かないで、大阪王将の、なんかこう、まあ大阪王将そんなに美味しくないですよ。うん。そこ言うなよって。うん、私は普通の王将の方がいいですけど、まあ、とりあえずは、ちょっとこれ、開封してみました。皆さんどうでしょうか？宣伝になってますかね？わー、美味しそう、素晴らしいとか言って、うん、買いたくなりました？ならねえよってか、うん、だって別にこれステマじゃないからさ。とりあえずでもケーマーの方だったら、ぜひ、ぜひ、おすすめでございます。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。